おはようございます。ニンテンドースイッチ版ゼルダ無双ハイアルオールスターズデックスパート14第14回、最終章諦めない心いよいよやね。マスターソードでハイラル軍を破り3つのトライフォースを手に入れたガノンドロフは巨大な闇の力で次々と魔物を生み出しました。はい。世界の大半が魔物の手に落ちた頃、ガノンドロフは姿を消してしまいます。あ、これ俺やね。俺が全部手に入れちゃったんよね。はい。身を潜めていたゼルダはガノンドロフの不在に気づくと、わずかに残っていた戦力を再び結集しました。どうするんやろう。ガノンドロフが姿を消している今、ザントとギラヒムさえ倒せば闇の軍勢を壊滅に追い込めるかもしれない。なるほどな。目指すは敵の本拠地ゲルド砂漠。はい。ゼルダとリンク、その仲間たちのもとハイラル軍は再び動き出したのです。よし来た。リンクだけか。よし、じゃあ行こう。 OK、 行こう。配送中。ギラヒム倒す前にこっちまず開けとこうか。やっぱりよりに使いやすいな。強っ。デックパパか。まだ生きてる。あれ、ギラヒムまだ。あら、ギラヒム倒せへんぞ。じゃあお、コッコちゃん。あ、拠点取ってなかったのか。もらったやろ。ここはいいや。北の砂漠、こっちかな。
で次は助けに行くか。ちょっと助けに行った方が良さそうやな。デックパッパがいるからなかなか厳しい。で、拠点ももらっとくか。いるな、なんか。あら、失敗。よいしょ。お、なんかあるぞ。あ、これスタルチラが入ってるとこやな、きっと。こんな余裕なはずはないんで。ザント軍か。あ、平門。嘘、マジか。こっちから回っていかなあかんな。ランナーやる気低下、頑張ってー。大丈夫かな。よいしょ。どっちやろう、どっちやろうとか、どこやろうやね。スタルチラ、スタルチラの音が聞こえへんな。ザントの、いや、こいつはいいね。ランナー。オッケーオッケー、ちょっと待って。開いてた。オッケー。サントを倒したらランナーと合流。コッコちゃん、どこ行ったらいいの？ザントどこ行った？こっちか。あ、コッコちゃん。
大丈夫かな。ああ、やばいな。むしゃくしゃなってる。あ、大丈夫か。お願い。これは何やろ一体。助けてみんな。おお、胸熱やな、これは。おお、みんな来た来た。アーゲハレベル1のおもちゃ？大丈夫？まあ、NPC やし関係ないんかな。大集合やな。ポッコちゃんどうにかしたいな。復活してるな、デックパパ。あ、間違えた。魔物に加えてコッコちゃんがいるからな。しょうがない。ダルミア、トリレ制圧兵、トリレ制ファイ、ファイは、プリデスやつ、こっちかな？
どっかにいるんやろうね。ここら辺。またコッコちゃん来たか。ダルニアは次ミドナ、ミドナもミドナも一緒に行かせるか。拠点こっちか、やられてるの。あれリンクに指示出したっけ。してるな。でリンクは人なはダルニアについていく感じでいいかで、こっちか。ここら辺に後部兵こいつか。もういるな。で、リンク、ダルニアと。なんかあるぞ。ああリンク仕掛けられへん。ちょっと一旦ダルニアを引かせるか。ファイブを
リンクをちょっと引いてもらおう。遠いけど下がろう。宝箱ちょっと欲しいね。キラヒンとザントを見つけたんで、あったあった。器リンクに命令を処刑場。おリンクが走っていってる。ちょっと下がらせるか。前に立ていく。ミドナ、ミドナも、ミドナ一旦引かせるか。ファイアも大丈夫そうやな、そこで。鼻歌混じりに。よっしゃ、よっしゃ、これで両方倒したかな。あ、これ案外サクッといけたね。あれ、マテリアルかなんかもらったっけ。もらってない気がするな。まあ、追ってるのは武器か。お、少しずつピースが揃い始めて、あと何ピースやろ。あー、ランナー、ランナー、ランナーか。バッチ、次誰、インパ、ゼルダか。ゼルダ、ちょっとゼルダちょっと今弱いもん。おう、
じゃあリンク、リンクか、インパ、操作可能キャラクター、インパで行くか。いや、リンクで行こう、とりあえずは。ゲルド砂漠で闇の軍勢を破ったハイラル軍、そこにインパの部隊がガノンドロフの所在を突き止めたとの知らせが入ります。はい。ガノンドロフは一人ハイラル城の中で何かの準備をしているようでした。え、何の準備？剣ぶっ刺さってるな。そして仲間たちはガノンドロフに最後の決戦を挑むべく、闇の力で姿を変えられた城へと乗り込みます。城の形が変わってんの？ハイラルの災いを打ち払うために。リンクは、はいはいはい、ラナ、インパ、パス、なんとなく、OK。 あー、めちゃくちゃなってるやん。ガノン城、時のオカリナも実際大人小学校にやったんかな。だから大人時代になる前に、迎える前に、俺ちょっと脱落っていうかしてるからね。なんで実際のところ時のオカリナもクリアしてない。強くない？あ、ナルブレア、ルビアの早めに落としとこう。倒せるかな。よっしゃ、倒した。で、次はラナか。リンク、どっち生かす、砦まで生かすか。違うか、これスタルチラっぽいな。
リンクどこいる？ナルグレア、ナルグレア。それいけるやろ。めっちゃ飛んだ。ラナをどうするかやな。忘れてた。ビーモスがいるから、場所は分かるから、この拠点も落としとくか。ちょっと硬いな。ここら辺に行っといた方がいいかな。
大丈夫そう。よし来た。ここに中に入って。そうか。かけら。インパ、次。次こそは、取らせよこれが怖いな。まあまあまあいいか。動き出したな。なんだ。ゼルダのスッパインパ、まあこれでいいや。ガノンがこんなとこに。
罠は大ナフスインパ上級召喚士天やな。発動しよっか。はい。ダルニアがちょっとな、ガノンに狙われたらすぐいなくなっちゃうんで、そこは。で、おほう。めっちゃ集まってるな。助けてあげられへんかったな。ミドナは今誰についてる。下がらした方がいいかもしれへんな。インパちょっとやばいな。
お、剣が抜けた。ただハイラル神殿、神殿はまだなんかないかなあ。とインパをミドラがいた場所、酒ラナ、ハートないかな。あった。あ、あー、やばい感じ。これはちょっと嫌な。あー、来た。どこ行った？じゃあガノあっちや。ハイラル城？やばい、ハイラル城守ってくれみんな。ちょっと待って、ラーナリンク来たな。あれは、あ、武器なんか、あ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 、これはフックショットや。今のはフックショットや、わかるぞ。ダルニア、あれ、あ、何あれ、あれ弓矢や。あー、はい、違うか、はい、フックショットやな、これ。あかん、誰には行ったか。誰には言ったか。よっしゃ。角が一つ折れた。違う。弓矢かな。はい、ちょっと。はい、違うか。とりあえずみんな離れてくれ。あ、ブーメランか。いや、きついなあ。ブーメラン、よっしゃ、来た。次はブーメラン、よっしゃ。違うか。ボム、フックショット、弓矢、ヘッド、違うな。
で、あの腕狙って弓矢が勝手に飛んでったんで、違う、違うな。ちょっとじゃないな、ボムか。あ、ボムや。次はもう一回ボム、フックショット、ブームや、弓矢、弓矢かな、違う違う違う、あ、弓矢、弓矢、めでたな。はい、はい、よっしゃ。まだや、フックショット、フックショット、光の矢、光の矢、え、はあはあはあ、光の矢ね、オッケー。強力な力を宿っているが魔力不明で弱体化されている。魔力不明を倒すと OK、じゃあみんなに任務を与えましょう。魔力インパ、インパ大丈夫か、いいと思う。やばいやばいやばい、くる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 、あかん、違うか、ダルニア行くな、ちょっとリンク点引かせようか。ラナかな、大丈夫か、まだ生きてる、はい、と、ちょっと待った、なんかあるぞ、待って、よし、これで倒してない、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 違う、ナイスショットです。え、ハイラク城、ハイラク城じゃねえ、ハイラル城陥落の危機、戦場は大丈夫、あかんかん、あかんかん、どうした、あれかな、あそこで、でもめちゃくちゃされてるけど大丈夫、あダルニア行かんといてくれ、ダルニア、俺の声届いてんのかな、
れて離れて距離を取ってダルにやられるよ。強いからな相手は。はあ、あかん。ダルにいくないくな。え、こっちは。はい、ノー、こっちこっち、誰にもやられんなよ。おお、来た、近い近い、ダルニア、あいつはバカなんだ。あかん、ダルニア、え、来るぞ。来ない？ほら。違う違う。あっ、あっ、来た。はい、と、これで、いけ！ダルニア。はぁ、はぁ。はい、と、これや。あー、クソ。はい、と。よし、来た。あと一発か、来てもらっとくか。いや、余計なことせんとこ。はあ、あ、粘るな。はいと、違う。あ、はい、違う違う違うな。いやー、危な。はあ、やばいんちゃう？これでスッと、どうした？入った。入られる城、入られる城の方に行かせてしまうっていう。まあまあいいや。これボロボロにされてるな。もう一からの復興やね、しょうがない。え、あ、消えて、元のとこに帰っていったんか、みんな。悲しいなぁ、なんか。
暴れるバスケットボールの2人のね、男子キャプテンと女子キャプテンを抑えたと。暴れるバスケットボールって意味わからへんけど、まあまあまあ、こんな感じにしたと。これでクリアなんかな。クリアか。あれ？エンディングが始まらんってことはクリアではなさそうやな。全然普通。お？もう一人の勇者。はあはあはあ。あれ？他にも話増えてる？そういうわけでもないか。ということで今回は時間いくらいなんでね、このくらいにします。ありがとうございました。おやすみなさい。